ロサンゼルス市東部で現場検証中の警察が襲撃され、はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回もバトルフィールドハードラインハイスト、また警察側かな。これは結構警察側で始まることが多いんだけど、じゃあエンフォーサー使ってみよう。スカイ1で、これは後ろにシールドもついてて、前にシールド立てることもできるので、背中は足元以外ガードできると。で、ここは一本道マップだから、まずは味方だった、ごめんこいつでもポンとしといて、よし、オープンザドア。いないな。あ、いるな。オッケー、ゴーガード。あれ、なんか警察強いな。あ、やられた。はい、味方強いけど、警察じゃないや、犯罪がいる、犯罪者側がいる。ビーコンが早速置いちゃってる。味方えげつない。ここ開けれないのか。お、リロード。待って、グレネードある、グレネード。待って、何も見えない。なんか見えた、あっつい。さて、まだ、あ、爆弾が仕掛けられてんな。湧いて、スワットが一人負傷。こっちにいるのか。ちょっと盾で、盾で先行する。あ、グレード当たっちゃうか。開けられちゃうかな。開けられた。待って、分隊が全滅しちゃった。さて、防衛だ。こっから使い位置も中近距離重視武器なので、あんまり長距離じゃなくて、まだ敵が結構向こうにいるな。あ、なんかすんげえ燃えてる。グレネードポイ。いる？ちょっと待てよ。建物の中入って。いた。あ、当たったね。待って、側面を。二人オッケー。すんげー燃えてる、ここ。待って、犯罪者がそこに来てる。落とした。え、回収。あ。おい、弾薬だ。待って、ここは盾だ。よし、回収。遠征スキルでグレネード高速化。こっちに一人。真っ赤。降りて、入って、ああ、いる、目の前にいる。さあ、味方分隊が強い。ワキーのすぐそこに敵がいるんだな。ん？奪還できてる？立て。敵がいるな。当たらんぞ、それじゃ。こっち入って、やって、
待って、これ建物壊れるんじゃないか。前作ではスカイリーチは突撃兵の部類だったけど、本作はそんなことはないと。やってミニモールに一人だ。遠いな、あれは。やべ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 、やられた。さあ、今は物が1個だけ取られてる。ビーコンが2つもある。こんなところにビーコンつける。うわー、勝てない。反動がすごいな、スカイエッジ。なんかスカイエッジつけれるかな。つけれないね。まだ標準のバレルなので反動はなかなか。あ、奪還できてる。待って、取られた。待って、まだいた。よし、やった。待って、運び屋がどんどん取ってくる。1個戻った。ここ、乗って、やって、あった、奪還する。アシスト威力が高いね、やっぱスカイチ。待って、そこにいる。奪還スルーの。これ一体どこにいるんだ今。誰もいない。奪還中。奪還、あ、グレネード。さあ、攻めるぞ。あ、待って、グレネード。よし、よし、勝った。警察側の大勝利。というわけで、ちょっとまだアタッチメントも全く解放していないスカイエッジを使ってザ・ブロック・ハイストやってみました。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。